それでは今日はエルサロンの近況報告の続きということで、エルステップコンペ大会についてお話をカスさんにお伺いしていきたいと思いますので、カスさん、エルステップコンペ大会覚えてない方もいると思うので、改めてどんなものか説明お願いしてもいいですか？はい。以前ね、この動画でちょっと告知をさせてもらったんですけれども、エルデータと呼ばれる我々持ってるうちのアカウントがあります。エルステップのテンプレートを作って販売しましょう。で、それを使って営業に使ったり、構築のベースに使ったりってやつですね。で、コンペ大会でそのエルデータをいろんなフィードバックを受けながら作りませんか？そして自分のポートフォリオにもできるし、なんならコンペ大会ということで優勝したら賞金ももらえちゃいますみたいな、こんな企画をしたのがコンペ大会になっております。ありがとうございます。確かこれ、賞金プラス L データにも掲載確かできたんですよね。そうですね。終わって優秀者のアカウントは、エルデータの掲載が確約されているので、その中でそれが売れていくと、ある意味不労所得じゃないですけど、うちのプラットフォーム使って物を売ってもらうみたいな感じになってきます。ありがとうございます。今の受講者の方の近況だったりとか、どれぐらいの人がいるのか聞きたいんですけど、ここ勝さんの大変だったエピソードもあるらしいですね。そうなんですよ。ちょっと告知してから開始するまでが短すぎてというか、告知が遅すぎて、結構集客に苦戦してしまいまして、で、興味は持ってもらってるんだけど、ちょっと都合合わないですとか、そういった方が多くてですね、結果的に受講生さんは4名、プラスガヤで、実際にフィードバックとか受けないけど、様子を見に来てくれる人だけという方がいらっしゃるっていうような形で今進めてます。全部で何回講座があるんでしたっけ？全4回で L データのアカウント1個構築まで完了させて最後発表するんですけど、今なんで、アカウントの全体設計とか構築の設計図みたいなところが完成して、ちょうど構築を始めたところ、着手しているところになってきてます。ありがとうございます。夜に他のその受講生の方とカツさんがズームして予定が入っているなぁなんてチラチラ見ながらなんですけど、はい。なんか今回どんな業種を皆さん作られてるんですか？そうですね。4人の方それぞれ作られるのが、1つ買取業者、あとはケーキ屋、あとは整体院、もう一つがエルステッパーのための、ご自身の PR するためのアカウントの4種類になってますね。なんでそれぞれどんな課題を持ってとか、それをエルステップでどう解決していくかみたいなのを、架空の店舗を想像して作っていくっていうのが、やっぱり相当に難しくって、皆さんかなりリサーチを苦戦されてたんですけど、じゃあその買い取り業者って今、例えば全国で何店舗ぐらいあって、平均利益率がどのぐらいで、1人当たりの顧客単価がどのぐらいなのかみたいなことも本当に細かく調べてもらってですね、かなりマーケティングスキルのアップみたいなのもどんどん皆さんしていってもらってるなっていうふうに思ってます。コンペ大会に参加するにあたって、自分だとできないんじゃないかなみたいな方もいると思うんですけど、どういった経験値ですか、参加されている方の。そういったお話もちょっと聞いていいですか？今回はですね、たまたま受講されてる方が、皆さん2、3件は知り合いの経由で構築したことがありますとか、もう何回か触ったことありますっていう人ばかりでした。ただ前回の第1回の時はですね、初めましての方もいらっしゃいましたし、もともと今回もそういう人も対象で募集してたので、ちゃんと講義を受けて実践していけば初めてでもついていける、そんなような構成にはなってます。ただ今回は経験者が多いっていうことなので、結構基本中の基本みたいなところはちょっと省いたりして、その分少し応用編の話なんかもしたりして、今回のコンペが終わった後も生きるような知識というか、自分自身の経験を伝えるように心がけてますね。ありがとうございます。勝さんは先生として参加してもらってると思うんですけど、皆さん YouTube 見てて優しい雰囲気だと思ってるんですよね。私もそう思ってますけど、実際こういう講座に入られた時の勝さんってどういう感じで講座進められてるんですか？講座自体の雰囲気も聞きたいです。まず私自身は多分結構このまんま感が溜まってて、あんまりスパルタ感は出さないですし、ただその点、皆さんがちゃんとやる気があるから、スパルタにしなくてもちゃんとやってもらってるっていうのか、ついてきてくれてるなって思ってて、講座の雰囲気とも関わってくるんですけど、そのコンペでアカウント作るまでがゴールじゃなくって、今後自分でやった時に成果の出るアカウントを作っていきたいんだとか、エルステッパーとして活躍していきたいんだっていう思いを持った方々ばかりなので、1行ったら10吸収しようみたいな、もうそもそも受講生のやる気が高いので、僕はもうそこは後押ししてあげるだけみたいな、そんな感じでコンペは進んでいってますね。ありがとうございます。実際にやってる感じの講義の雰囲気とかって動画で見れたりするんですか？全部はちょっと出せないですけど、ちょっとだけならいいかなと思ったんで、じゃあ少し流します。どうぞ。じゃあまた画面そのままでいいですので、皆様からコメント、質問、フィードバックなどがあればお願いします。じゃあ浜岡さん、お願いします。はい、ありがとうございました。すごい広告されてるっていうのもあって、セールスがすごい仕組み化されてるなっていう印象ですごくいいなと思ってたんですけども、ちょっとまあ僕自身も整骨院とかの友達とか多くて、で実際そこの構築のことを考えたこともあったので、僕がその時考えてきてたことの経験談的なところでお話できればと思うんですけど。じゃあこれをブラックアウト型にしたら読んでもらう率高くなるんだっていうのを頭の中にもちろん知識としては持ってると思うんですよね。これをじゃあ今後皆さんがコンサルタントとして提案するときに
にどういうふうに提案するといいかってなったら、例えば、はい、ということでこんな感じでね、一方通行の講義形式なところももちろんありますけど、結構参加型だったりとか、フィードバックをもらうみたいな場面はすごい多く取っています。撮影をしている今日、この時点からちょうど1週間後が次回の講義の日なんですけれども、そこでアカウント完成度 60% から 70% ぐらい目指しましょうっていう、じゃあ構築開始ねっていうところから2週間でそこまで持っていきたいということで、なかなかハードだと思うんですけど、皆さん頑張ってね、やってもらってます。ありがとうございます。やっぱり質問もその講座の中だけでは、4人だけでいろいろ聞けそうではあるんですけど、やっぱり講義外でも質問出てくると思うんですけど、そこって質問聞いても大丈夫なんですか？はい、そこはね、今回のコンペの推しというか、しっかりと丁寧なフィードバックしていきますよっていうのを一つのポイントにもさせてもらってて、参加者と我々サポーターの方で質問が来たら都度チャットで返していきますし、この期間に関しては私が全員ですね、一人30分から1時間ずつぐらい、それこそさっき松尾さん言ってもらったようにズームもさせてもらって、構築の設計図のフィードバックであったりとか、その先のもうちょっと細かいところの仕組みだとか、条件分岐どうしようみたいなところの細かいアドバイスまでね、させてもらったりしてます。なんで本当に私も皆さんの頑張りに応えたいですし、皆さんのこの今の状況を見ても良いアカウント出来上がってくるんじゃないかなって楽しみにしてます。ありがとうございます。そうやってマンツーマンでやってもらえると、やっぱり次から次に出てくることって結構芋づる式に質問で出てくると思うんですけど、やっぱり講座受けるならばそこまでやってもらえるとすごいありがたいなって個人的にも思うので、私も出来上がってくるアカウントってもうすごいいいのが出てくるんじゃないかなって思ってます。前回の講義の最後のところで講義の感想みたいな形にはなるんですけど、ちょっと皆さんからこんな声上がってますよっていうのもあるので、そこも少し、ね、流していこうかと思います。どうぞ一言よかったらいただけますか。カッサンの生きた情報というか、本当現場に出てからの情報っていうのがいろいろ聞けたので、この辺やっぱり動画で学べない点ですごく勉強になったなという感覚があります。ちょっと裏で私なりにいろいろ作っておきますので、はい、はい、すいません、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、今日もありがとうございました。すごく細かいというか、そこまで考えてなかったなみたいなこともすごく知れたので、すごく勉強になったなっていうことと、あとはもう本当にこれからしっかり時間取って作っていかなくちゃなってところで、これからなんかちょっとね、怖いところはありますけど、頑張って時間取ってやっていこうと思います。今日もありがとうございます。ということで、こんな感じで皆さんお話しいただいてまして、もうコンペ終わったら、ぜひ優秀者の方には YouTube も出てもらって、感想なんかも直接聞いていこうかななんて思ってます。そうですね、出てもらうと余計にこの動画見ていただいている方にはコンペ大会ってどんなものかっていうのが分かると思いますし、私たちとしてもあと何回かやりたいなというふうに思っているんですね。勝さん、はい、今年もう何回かコンペやりたいなって思ってるんですけど、ちょっと今回ね、その集客に苦戦したよっていうのもあるので、次回やるときはね、結構前もってしっかり告知したいなっていうふうに思ってます。でなのでぜひね、興味あるよって方は動画のグッドボタン押してもらったりとか、あとLサロンに登録しておいていただけると、次回開催決まった時に配信でお知らせとかすることもできるので、ぜひねエルサロン入っておいていただけたらなっていうふうに思います。無料の会員の方にもね、案内は流していこうと思うので、登録だけでもしておいてもらえたらと思います。また他にも終わった後の撮影の時に受講生の皆さんにこんなこと聞いてみたいよっていうのがあったら、 YouTube のコメントなんかエルサロンに入ってもらって、 LINE の方でねメッセージもらえたら、ぜひぜひ直接受講生の方に聞いてみようと思うのでね、そちらもよろしくお願いします。ということで、今日はコンペ大会の実況中継お伝えしていきました。また今後もね、エルステップに関する情報をどんどんお伝えしていきますので、次回の動画でお会いできたらと思います。ではお楽しみに。バイバーイ。